王義のアンナ11月7日隊は、日本のフランス文学者、小説家、慶応義塾大学文学部教授。出生名、アンナガイアールとして、神奈川県横浜市中区で育つ。父は、イタリア、スペイン、クロアチアなどの血筋を引く、アメリカ人。母、エミキヌコは、兵庫県赤市出身の画家で、岡本太郎らと交流した。オギの,の文学研究や、 創作活動には母親の強い影響があると自認している。小学校時代に日本へ帰化し、小ぎの生となる。フェリス女学院高等学校、慶應義塾大学文学部仏文化を卒業。フランス政府級非留学生として、パリ第四大学に留学し、ラブレーを研究する。慶應義塾大学大学院文学研究科博士、家庭修了。 慶応義塾大学小学部女子から1995年、慶応義塾大学文学部仏文化助教授2002年を経て、2002年4月より、慶応義塾大学文学部文学系仏文学専攻教授。小説家としては1991年、背負い水で第105回、芥川賞を受賞。2002年、キ、アンリの冒険で、読売文学賞を受賞。 2008年、カニとカレと私で、第19回、伊藤聖文学賞を受賞。ダジャレ好きとして知られ、ワイド賞のコメンテーターとして、ダジャレを連発するほか、芥川賞の受賞を知らせる電話にも、あ、賞と答えた。2005年には、落語家の11代目金原定馬生に、弟子入り。2009年現在、二つ目として金原定君、なお名乗り、講座にも上がっている。 2007年に内閣官房美しい国づくりプロジェクト企画会議委員。フランス政府より教育功労省シュバリエ助訓。2009年より読売文学省選考委員。ありがとうございます。